今日はわらび餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はわらび餅を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今の季節にぴったりな涼しげな和菓子レシピをご紹介していきます。今回わらび餅を作るんですが、少し弾力のあるわらび餅を作っていきます。さらにですね、トッピングに黒蜜を使うんですが、その黒蜜も手作りして作りたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにわらび餅の材料をご紹介します。材料はこちらです。わらび粉、お砂糖、お水、こちらの3つの材料で作っていきます。まず今回は手軽に買えるわらび粉を使って作っていきたいと思います。そして糖類はお砂糖です。こちらはお好みの糖類を使って作っていただいて OK です。糖質を抑えたい場合はラカントエスなどがおすすめです。以前もね、私のチャンネルで何回かわらび餅をご紹介してるんですが、今回はわらび粉の分量を少し多めにして固めの仕上がりにしていきます。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。黒糖、お砂糖、お水、きな粉、こちらの材料でトッピングしていきます。まず今回は黒蜜をトッピングするんですが、こちらは手作りして作っていきたいと思います。手作りが面倒な場合は普通に黒蜜を使っていただいて OK です。あとはきな粉ですね、こちらはトッピングで最後に表面にまぶしていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに黒蜜から作っていきたいと思います。小鍋に最初にお砂糖と、あとは黒糖を加えてください。黒糖の中にお砂糖を少し入れていただくことでまろやかな味わいに仕上がります。そしたらまずね、この2つをよく混ぜましょう。黒糖はね、今回私は粉末状のものを使ってるんですが、固形タイプのものを使うときは細かめにしっかり刻んでください。粉末状のものもね、少し粒が残ってるのがあるので、このように粒を潰しながら混ぜてください。このようによく混ぜたら、この中にお水を入れます。そして火にかける前に一度よく混ぜましょう。よく混ざったら火にかけます。火加減中火です。このまま一度沸騰させます。加熱している最中はこのように黒糖の粒を潰しながら加熱してみてください。火が入るとだんだんね、黒糖の粒もなくなってきます。はい、沸騰しました。沸騰するとね、上にね少しアクが出てくるので、こちらを取り除きます。よいしょ。はい、それではですね、このまま煮詰めていきます。火加減は弱めの中火です。加熱している最中にちょっとねアクが出てきた時はすくってください。はい、5分経ちました。火を止めます。火を止めてからもね、しっかり30秒ほど混ぜてください。はい、このぐらいしっかり煮詰めれば OK です。あとはね、こちらは器に移して粗熱を取っておきましょう。黒糖はね、このように器に移しておいてください。こうやってスプーンですくった時にちょっと飴みたいにね、すでに固まってしまいそうだなっていう時は、すぐね、お湯を小さじ1から2ぐらい入れてみてください。そうすると緩まってきます。煮詰めすぎると飴みたいに固まってしまいますので、注意してください。それでは続いてわらび餅を作っていきます。まずはじめにフライパンの中にお砂糖を入れます。そしてここにわらび粉を入れてください。加えたらですね、まずこの2つをよく混ぜてください。よく混ざったらここにお水を入れます。2回に分けて加えてください。このね、わらび粉がダマにならないようにきちんと混ぜましょう。こうやってね、フライパンの中で混ぜるときは必ずね、耐熱性のゴムベラや、あとはシリコンタイプの泡立て器を使ってください。金属製のものをね使うとね、フライパンが傷ついてしまいますので注意しましょう。このように綺麗に溶けたら残りの水を加えます。はい、そして混ぜましょう。まだね、火にかけてない状態です。一度火にかける前に必ずね、きちんとわらび粉とお砂糖とお水を混ぜてください。そしたら火にかけます。火加減中火です。このように絶えずかき混ぜながら加熱していきます。今回私はフライパンでやってるんですが、フライパンがない場合はお鍋でも大丈夫です。今はね、すごく白濁した状態なんですが、火が入ってくるとだんだん透明感が出てきます。
はい、で今ね少しこのように塊が出てきました。そしたら少しね混ぜるスピードをアップしてください。このね縁の部分から固まってくるので縁の部分からこそぎ取るようにねしっかり混ぜてみてください。一度固まってくるとね固まるスピードは早まってくると思います。縁の部分もしっかりとねこそぎ取ってください。はい、でこのぐらいになったら火加減ちょっと弱めます。そしてダマにならないように手早く混ぜましょう。このぐらいですね、全体がまとまってきたら火加減を弱火にします。そしてこのまま2分間しっかりと火入れしながらかき混ぜてください。はい、OKです。このようにしっかり混ぜてください。そしたら火を止めます。きちんと火入れするとこのように透明感が出てきます。今ねこのぐらいもったりとした感じになってます。それでは今からこちらを固めていきたいと思います。それでは固める容器を用意してください。今回は約 14.5cm×11.5cm の容器を使っていきます。高さはだいたい 4.5cm になります。こちらの容器は目安にしてみてください。使う容器なんですが必ずねこのように内側を水で濡らしておいてください。そうすると型から外しやすくなります。そしたらここの型にわらび餅を入れます。はい、そしてゴムベラをちょっと濡らして表面を鳴らします。はい、このように表面を鳴らしてください。そうしましたらバットにお水を張ってそして容器を置きます。あとはね容器の周りに氷を入れてください。そしてこのまま粗熱を取って冷まして冷やし固めていきます。わらび餅はですね冷蔵庫で冷やしてしまうと白濁としてしまいます。なのでこのように氷水に当てながら冷やすようにしてください。あとはですね表面が乾燥しないように上にねキッチンペーパーをかぶせておきましょう。まあ時期にもよるんですけれどもだいたい30分から1時間ほど冷やしてみてください。はい、冷やし終わりました。今3、40分ぐらい経った状態です。このようにねきちんと固まってれば OK です。そしたら取り出していきます。まずですねまな板の上にきな粉をふるってください。まあ、バットとかのね上でも OK です。はい、それではですねこういった細めのナイフを濡らしてください。そして最初にこの周りを剥がします。この隙間にねちょっと最初に入れておいたお水をね入れるイメージですね。このように全部剥がしたらきな粉の上に出してください。はい、こんな感じです。あとはねこちらをお好みの大きさに切ってください。切るときは包丁を濡らしていただくとわらび餅がくっつきにくくなります。では切っていきます。はい、でこのように切ったら最後上からもう一度きな粉をかけてください。はい、このように仕上げてください。ではお皿に盛りたいと思います。はい、これでわらび餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。弾力のある美味しそうな仕上がりになってます。ではね手作りの黒蜜をかけたいと思います。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。弾力があってすごく美味しいです。もうプルップルです。では手作りの黒蜜でもいただきたいと思います。いただきます。この黒蜜もすごく美味しいです。黒蜜をつけたぐらいがちょうどいい甘さになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のわらび餅のポイントです。まずですね今回はトッピングの黒蜜も手作りしてます。こちらはですね黒糖、お砂糖、お水だけで簡単に作れますのでぜひ作ってみてください。お砂糖を入れることで黒蜜がまろやかな仕上がりになります。この黒蜜は煮詰めるんですが煮詰めすぎると冷えた時に結構固くなってしまいますので少し煮詰めすぎたかなと思ったら出来上がったものにお湯を少し足して緩めてみてください。ただ固まってからだとねちょっと遅くなってしまいますので器に移してちょっと固まってきたなと思ったらすぐお湯を入れて混ぜてみてください。そしてわらび餅を作る時のポイントです。まず火にかける前に材料をすべてきちんと混ぜるようにしてください。そして火にかけて加熱するんですが加熱している最中は絶えずずっとかき混ぜるようにしてください。特にフライパンの縁の部分から固まってきますので縁の部分をこそぎ取るようにしっかりと混ぜるようにしてください。そしてクツクツ沸騰して透明感が出てきたらその後は
弱火で2分間しっかりと火入れしていただけたらと思います。そして肩に流し入れる時なんですが、肩の内側は必ずお水で濡らしておいてください。そうすることで冷やし終わった後にわらび餅が取り出しやすくなります。そして冷やす時のポイントなんですが、冷やす時は冷蔵庫で冷やしてしまうと白濁としてしまったり、あとはわらび餅がどんどん固くなってきてしまいますので、冷やす時は容器ごと氷水に当てて冷やすようにしてください。今回のわらび餅はどちらかというとちょっとね、弾力のある仕上がりにしてます。もっと柔らかい状態にしたい場合はわらび粉の量を減らして作ってみてください。そして切る時なんですが、切る時は包丁を濡らしていただくと切りやすいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はわらび餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。